習志野市長の宮本泰介です。4月13日火曜日午後3時現在のお知らせです。第135回目の発信となります。この動画は平日の火曜日と金曜日に発信しております。字幕が出る設定にもできますし、説明欄から見たいところだけ選んで見ることもできます。コメントも書き込むこともできますのでご活用ください。コメントをお寄せいただいている皆さん、いつもありがとうございます。昨日の朝は素晴らしいニュースが飛び込んできました。アメリカで行われていたマスターズトーナメントゴルフですけども、松山英樹選手が日本人で初めて世界制覇を果たしたというニュースです。4大メジャーと言われているこの大会で今まで日本人で優勝した人はいませんでした。そういう中で見事に世界制覇を果たした松山選手の働き、これはもう今消沈しがちな日本人の心を強く揺さぶって元気が出る素晴らしい出来事です。私も元気が出ました。そして日曜日は習志野市の新消防庁舎の竣工式が行われました。生配信をご覧いただいた皆さん、ありがとうございます。で、今この動画、録画の動画を掲載しているんですけども、大変申し訳ありません。音声がですね、非常に悪くて、挨拶等の内容が聞きづらいというお叱りの声たくさんいただいております。で、説明欄の方に、お客様のご挨拶も含めまして、掲載させていただいておりますので、合わせてご覧いただければ幸いです。このようなことを積み重ねまして、しっかりした配信ができるようにこれからも鍛錬してまいります。あえてしばらくこの動画については掲載をし続けますので、いろいろご指摘いただければ幸いです。さて、はじめに市内在住者の感染状況についてです。前回発信日から昨日までの4日間で新規感染者の発表が14人ありました。これで習志野市在住の新規感染者の累計は993人となっております。でなお、現在の感染者につきましては、先週の木曜日に発表されて、金曜日に動画でお伝えした通り変わりはございません。ご覧の通りです。で、続きまして千葉県の状況です。千葉県の状況についてはこちらとなっております。累計、そして療養終了された方はご覧の通りで、亡くなった方が6人増えております。現在の感染者数は997人、40人減っているという状況です。でただし、千葉県の状況はいまだステージ3、上から2番目の状況、上から2番目の医療逼迫状態ということで、急増段階、感染急増段階という、そういった位置づけになっております。で、前回の動画でも申し上げましたけど、ちょうど1年前の今日と比べまして、今の感染状況の方が約10倍、感染者数が多い状況になっています。そういう中にありまして、今述べた数字を昨日までの人口10万人あたりということで直した数字がこちらになります。習志野市では昨日までの1週間で20人の感染がありました。そして習志野市10万人あたりは 11.42、千葉県は 10.05、東京は 23.94 で、赤い数字は増えているという数字です。千葉県は減っておりますが、これも急激にというんではなくて、ほぼ横ばいの減り方です。逆に東京都はずっと伸びている、続伸している状態です。でこれをグラフで見てみますと、このような形になります。はい、2月の中旬から1回習志野市で感染クラスターが発生しました。そして2回目のクラスターが発生して、今現状がこの位置ですけども、東京都がかなり上昇しております。習志野市もちょっとこう上昇加減ですけども、ほぼ千葉県全体と同じ様子なんです。がですね、今日のニュースで、東京都の今日1日の、発表が500人を超えたということだったんですが、逆に大阪、1000人を超えているという状況で、大阪府はですね、神奈川県の人口よりも少ない、神奈川県と大阪府、神奈川県が920万人、大阪府が880万人なんですけども、昨日の時点で神奈川県の1日あたりの新規感染者100人切っています。で、そんな中で、大阪は1000人を超えているということで、そして、習志野市のから見て東京方面の近隣市では今実は急増中なんです。で、これが変異株のせいではないのかとかいろいろとこう言われているわけですが、それにしても関西地区のこの新規感染の増え方はちょっと今までにない様相であります。で、いつも申し上げておりますけれども、この感染症は人の流れによって、移ります。感染が拡大をします。そういうことで言いますと、今まで東京が一番、そして神奈川、埼玉、千葉、この1都3県の中では、ほぼ人口の多い順番に新規感染者が増えてきたという状況だったんですが、今は関西地区でその感染の拡大が広がっています。これが変異株かどうかという断定はまだされてはいないものの、この流れは必ず東京都にも流れてくるというふうにこれは考えています。1都3県もこれから必ず増えてくる。で、今までいわゆる第1波2波3波と言われているその波を重ねるごとにですね、もう倍々ゲームの倍々にですねこう増えていってるんですね。で、そういうことから言うと次、第4波というふうに言われているわけですけども、今までの増え方で言うとですね、前回の最高が1日あたりの感染者が7900人だったんですけども、これまでの傾向だともしかすると第4波の中で1日の感染者、日本全国の感染者が1万人を超えてくるなんていうこともあるかもしれない、その警戒感はもう絶対に、持たなければいけないというふうに思っております。で、習志野市のこの20人の内訳なんですけども、この内訳を見ましてもですね、20代が8人ということで、やはり活動する世代に多いです。そして、いつもだとですね、括弧の数字で無症状感染ということで示してるんですが、今回括弧がありません。全ていわゆる発症している患者さんの数ということになります。ここら辺もまだ断定はできませんけども、もしかするとというようなことにつながるのかもしれません。いずれにしてもこの変異株は感染力が強いというのはどうも確かなようでありまして、通常でさえ、急に肺炎を患って、そして一部の人を死に至らしめているという、そういう状況でございますから、絶対に油断はできないわけであります。どうか皆さん、引き続き鼻と口をしっかりマスクする、そして、もう会食はもう、気をつけてとかっていうことではなくて、もう基本的にはやっぱそういう状況には近づかない。一人で食べる分にはもう全然、いいわけですけども、相手がいるという状況を作らないで食事をするということに集中した方が良さそうです。で、そのようなことが心当たりがあれば、今度ご家庭やあるいはその近しい人に対してもうつさないということに全力を尽くさなければいけないというふうに思います。このマスクはかからないためにしているわけではなくて、うつさないためにしている、この認識を強く持ってください。もちろんかからないということにも一定の効果があるわけですけども、マスクの主な役割は自分からウイルスをうつさないということです。で、自分が無症状でもウイルスが通過をしていく、そういうような感触をしっかり持つ必要があると思います。今元気な人もウイルスにかかっているかどうかは分かりません。で、かかっていればうつします。ですから必ずマスクをすること、そして、集団には近づかないこと、会食とかそういう環境には近づかないこと、そういうことが大切です。感染リスクが高まる5つの場面、いつも言っておりますけども、こちらにぜひご留意ください。で、続きまして今日はワクチン接種の話ですけども、ワクチン接種につきましてはいつも言っているように昭和32年4月1日生まれ以前の方約42,000人の方が対象です。で、接種券が昨日から郵送し始め、昨日発送いたしまして、今週中に全てのご高齢者の皆さん、42,000人の方に到達する予定です。で、ただし予約開始は5月10日頃を予定しています。まずは施設入所者からということになります。で、ワクチンの配給の状況ですけども、19日の週に975回分、26日に同数以上が入る見込みですが、これらはすべて4月26日からの入所者に対する接種に使われますので、いまだ確定接種の日時が確定できていない状況です。そういうことで予約も5月10日頃ということで今ご案内しているところです。で、なお、この黄色い封筒がございます。で、この黄色い封筒に2回分の予診票、そして、コロナワクチンの接種のお知らせ、これ、すいません、ちょっと読みづらいところもあるかもしれませんが、しっかり熟読していただければと思います。そして、ワクチンのファイザー製のワクチンの説明書、そして、接種場所の一覧表が載って、入っております。そして最後にこのクーポン券ですね。これはシールになってるんですけども、これ絶対、剥がさないようにお願いします。このまんまにしてください。そして、皆さんこれらをですね、一度内容を確認しましたら、この封筒の中に入れた状態で、冷蔵庫などとにかく目に見える場所に、置いといてください。ちょっと5月10日の予約までちょっと時間がありますので、なくしてしまってはいけません。ですので、大切にしまい込まずに目に見えるところに置いといてください。冷蔵庫に、マグネットで貼っつけるとかですね。冷蔵庫に中に入れてはいけません。ワクチンは冷やす必要がありますけど、これは冷やす必要ありませんので、ということで、ぜひともよろしくお願いいたします。本日のお知らせは以上となります。基本的な感染症対策を実行することで、この感染症は防げます。鼻と口をマスクする、声を出すときにはマスクを外さないことが最大の対策です。そして、人から人へと移りますから、人との交流を最小限にする、すなわち不要不急の外出は控えることが重要です。国が提唱する新しい生活様式を要約いたしました習志野市の4つのルール、非接触、適距離、計画的、非飛沫、これらを皆さんで普及してください。次回の発信は4月16日金曜日となります。チャンネル登録もお願いいたします。コンパクトに結束する習志野の総力を挙げて、うつさないためにかからない、実行しましょう。